皆さんこんにちは。伊藤塾公務員試験科です。今回は公務員試験の受験先で人気な東京都の試験概要について動画で分かりやすく説明したいと思います。将来東京都を受験しようと考えている方はぜひ試験概要をこの動画で押さえていってください。東京都を実際に受験する際は試験の種類が複数存在しますが、大学を卒業し新卒で公務員として働く予定の方は採用予定人数の多い東京都1類 B 型を選択するのが良いでしょう。まず東京都1類 B 型の第1次試験日は5月の第1日曜日です。こちらは地方上級の共通試験とは異なる日程なので、他の自治体と併願しやすい日程だと言えます。ただし特別区とは試験日程が同じなので、東京都と特別区はどちらか一つしか受験できません。第一次試験は教養試験、論文試験、専門試験。第二次試験は法術試験です。第一次試験の中の教養試験は五子択一式のマークシートで40問必須回答で出題されます。5つの選択肢の中から正しいものを1つ選んでいく試験です。文章理解は国語も英語も優しいので、他の分野に対策の時間を割くのが吉です。しかし数的処理は解法のパターンを習得し解くスピードを上げる練習が必要で、資料解釈は確実に点数が取れる問題なので、表やグラフをしっかりと読み込む練習が必要になります。なお知識分野は出題頻度が高い分野を中心に学習していき、特に社会事情に力を入れた学習をしていけば対策できる試験です。次に論文試験は東京都が抱える問題が出題されます。つまり首都直下型地震が起きた時の対策や私たちが安心して働き続けるための課題など、東京都が抱える問題研究をしなければなりません。採点比率は公表されていませんが、合否を分けるのがこの論文試験と言われていますので、対策を侮ってはいけません。そして専門試験は法律の問題が出題される記述式です。ただ一行問題で出題されますので、対策がしやすい試験となります。東京都は国家総合職を受験される方がよく併願先として選ぶことがあり、全体的にレベルの高い受験生が多い傾向になります。東京都職員採用ページに過去に出題された問題が掲載されているので、興味のある方は見てみてください。その後は第二次試験、口述試験です。口述試験は一発勝負、ミスは許されません。事前に提出した面接カードに沿って質疑応答が行われます。志望動機とガクチカにどう答えるのかが合否のポイント。東京都の業務説明会などで情報収集をして充実した学生生活を送ることが大切です。さて東京都の試験概要についてなんとなく分かってきたでしょうか。さらに詳しく自分でも調べたいという方は東京都庁の採用ホームページをご確認ください。また伊藤塾のオンライン相談でも、東京都庁だけでなく、皆さんの気になる他の自治体の試験概要についてもご説明できますので、公務員試験を検討している方は、ぜひご予約ください。それでは、伊藤塾でした。